刻んでいこうぜ。いいえ、これは刻めません。ということで、はい、刻めないでしょ、これは。刻めないね。どういうことだ、これは一体。ちょっと待ってよ。どうなってる俺見たことないわ、初めて見た。タイトルどうなってるかまだ分かんない。プールにしてみたみたいな。プールにしてみたんですよ。プールやんね、競技場プールにしてみたって大炎上するけど、自然でなったんで。勝手になりました。勝手になったね。まあ昨日の夜から台風が近づいてる。そうですね、はいはい、雨が降ってたんですけど、まあ、家出るときはこんぐらいの天気だったら撮影できるねっつって、うん、まあ、競技場こんなになってると思わないからさ。間違いない、これですわ。木がいっぱいあるじゃないですか、反射して綺麗になってる。そうカラスも水浴びに来たり、トンボが卵を産みに来たり、アメンボが来たり、ただの川になって今日の練習401本、54秒から55秒予定してて、今のよしきそんなペースでいけんの。視聴者にギャフンと言わせたくて、はい、今日ちょっとガチ調整って、はい、スピードをつけて今日来たんですけど、かなわずだねこれは。逆にこれで55秒出したら強くね。そう、いや多分僕も勝てないです練習的には最悪ですけど、はい、取れ高的には最高です入れます？これ、はい、経験として入ってみますか？はいやる気満々じゃねえかよ。また降ってきた。降ってきたね、また降ってきた。見える、みんな、また降ってきた。これどんぐらい深いんかな。行ってみていいよ。マジで行くの？まだ待って、一回押さないで。分かった、一回押さないで、うん、なんで飛ぶ？うわ、深い、マジで深い。なんで飛ぶんだよ俺の力以上で飛んだろお前でも気持ちいい。気持ちいいの？水たまりぐらいかなと思ったんで、はいはい、想像以上にちゃんとこんぐらいですね。うわ、4センチぐらいあるね。相当ある、うん、ピチピチジャブジャブラン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 だね。よしきさん、これ取れ高的にはもう 400m 行くしかない。マジで行く？マジで行こう。でもなんかね、いけそう、いけそうな気がする。目標決めようか。目標、じゃあ60秒。60秒はね、もう慣れっこです。確かに慣れっこだよね。慣れっこ、うん、ちょっと行ってくるわ。待って、レーンが分かんねえ。レーンが分かんない。使ってるもんこれちゃんと。あと一つ、はい、めっちゃ生温かい。生温かいんだ。はい、あれ？罰です。さすがにね、試合前なんで無理はできませんこれ。ちょっと軽快になんだよお前。100いっただけで息切れやばいし、60秒ペースだったら15秒で通過しないといけないのに、19秒だじゃ無理だって。無理だね。無理だし、レーンが分かんない。分かんない。ワンちゃん足をくじく可能性があると思った。いや危ない本当に。確かに。じゃやめました。よしきさん、これ肉眼じゃ見えないけど走ったところ分かる。これ見てきて、これ動画に撮れる？撮ってきて。これカメラ落としたら終わるな。あ、見える。あ、若干赤くなってるところ僕の歩数ですね。居心地よくなってる。仲間がいる。仲間です。カメラ持ってる。YouTuber。 YouTuber いるね。ちょ、俺あれやりたい。何？押すなよって言って、うん、本当に押さなくて、うん、押せって。あれやりたいんだ。あれやりたい。強いカット。ちょっとさ、うん、ちょっと行くんで。行くの？で自分で行くから。自分で行きたいんだ。で押さないで、うん、押さないで。絶対、うん、絶対押さない、うん、絶対押さないよ、うんうん、絶対押さない。ねえ、なにやりたい。あ、ごめんつい、つい千鳥ファンなの。あ、千鳥ファンなのね、うん、オッケー、じゃあいい。押すなよ、うん、本当は押さないで、うん、押すなよ、うん、うん、押すなよ。いや、押せて。これやりたかった。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。はい、ということで 400m 行けなかったんですけど、歩いてだったら一周はできそうなんで、ちょっと暇つぶしに水上散歩していきたいと思います。半蔵洗ってるの？そう、これ半蔵2年ぶりに洗います。
貴重な日本語もね、2年ぶりに洗えるということです。いやー、みんなこれスタートして 50m 地点です。わかる、このレーンが多分ね、ここまでがあのインレーン、こっちまで行くとあのザゾーンというか、わかんないんだよねこれ、レーンがこう走っててわかんなくなって、草ゾーンに突入したら足グキっていくかもしんないんでやめました。おーおーおお、仲間がおる、仲間が裸足で走ってるよ、裸足で走ってる、暇なのかなあの子。 100m 地点なんですけど、ちょっとめっちゃ一番深い、足首埋まる、全部だ全部、もうねすごいとやばいしかね出てこない、全部いけ、もうずっと 3000m 障害水濠みたいな、もうここにあと 3000m の障害置いたら一生水濠で 3000m 変わらずもうずーっと池です。すごいな。300m 地点カラスがいます。カラスもねなんか楽しそうに気持ちよさそうにしてるね。カーコちゃん、これあれだね、なんか魚放ってさ魚釣りとかできんじゃない、炎上しそうだな。300地点抜けてラスト直線100、はい、一周ゴール。いや俺船乗ってきた旅人じゃねえわ、集団があれに見えるアトラクションから帰ってきたディズニーシーのキャスト、ありがとうございました。いらっしゃい。